今とても丁寧な紹介をいただきまして恐縮しておりますけれども、表秀隆と申します。長野県で表ですというと珍しい名前ですねというこう思っていただいて、一回で覚えていただくというのはとても ありがたいことだというふうに思っておりますが、私が生まれたのは富山県で、生まれた時は出町という名前、今は砺波市という市になっていて、皆さん多分中陸でご記憶だろうと思いますけども、そこで生まれまして、市の関係でその後隣の石川県の金沢市で育って、その後大学で東京に出て、そしてその大学に残っていた残って研究を続けていた後、今紹介がありましたように、これが市にやってきたという、そういう、人生を歩んでいきました。はい、大学人の差までですね、立って恋をするというのが、もう習わしになって41年間やってきたもんですから、座ると元気が出ないという、立って恋をします。ありがとうございます。気遣っていただきましてありがとうございます。先ほどからお二方からもありましたように、今日で安保関連法が制定されて1年を経過しました。この1年の間、皆さんには19日行動をはじめとして、学習会も含めていろいろな活動されてきた。そのことに関して本当に心から敬意を表したいというふうに思います。本当はこのような活動に多くの若者が集まってきてくれたらなという思いは強いんですけれども、皆さんのエネルギーに本当に感服しております。1年経ってですね、いよいよこの 法律が実行されていく段階に入ってきています。もう自衛隊では駆けつけ警護のための訓練に入ったという報道もされておりますし、南スーダン の PKO 部隊もですね、現地ではとても厳しい状況で、一時に銃撃を受けるといったこともあったようですから、本来ならもうすでに、PKO の活動としてあそこには入れない環境になった。もう派遣の要件がいくつかもう崩れてしまっている状況にあるわけですけれども、PKO 法ではですね、一つでも要件が欠けたら即撤退をするというのが第5項目に入っているんですね。だけどもそれが実行されない。まさにあそこを突破口にして駆けつけ警護の実を上げていこうというのが政府の目論みなんではないかというふうに感じざるを得ない状況になります。また皆さんご承知のように、辺野古訴訟ではですね、高裁がどこに司法の独立があるんだというふうに思わせるような判決文でですね、違憲判決を出した。それはもう近年まれなひどい判決文だというふうに思います。何一つですね、司法としての独自の判断が入っていない、入ってないかどうか入るための審理もしていない。そういう意味ではもう完全に国のというか、これは行政のですね、行政の追認をする司法、これはもう三権分立泥棒騒ぎではないわけですね。確かに日本の三権分立は特に司法においてはですね、人事権が政府によって握られていますから、とても厳しい状況にあるというか分かりますけれども、だから司法いらないぞっていうことになるわけで、ない方がよほど国民が一人の人間と戦うという、その
中性の方がよほど社会を動かしてくるんじゃないかと、うん、さえ思えるような状況が、まあ、ここにいる。どんどん強くなってきています。いろいろな状況の中で、本当にこれからの日本の行く末が本当にこう心配な、そういう意味では皆さんと一緒にですね、人生の最後の時をですね、なんとか頑張っていかなくちゃいかんのかというふうに思っています。ご一緒に行動をしたいというふうに思っておりますけれども、そのような状況下にあってもですね、今日日本全国いろいろなところで、長野県内でもいろんなところで、それに関わる活動が展開されていますので、決して、諦めることなくですね、共に戦っていけたらというふうに、また今日心を新たにしているところです。で、先ほどありましたように、この1年間の19日行動、一応今日で、締めくくるというふうに、お聞きしましたけれども、その大事な時をご一緒に考える時を変えられた私ですけれども、先ほど紹介していただいたように私は法律と専門家でも何もありませんので、いわゆる憲法とかですね、あるいは関連法の内容とかそういうことに対する勉強は他の方たちに譲ることにして、私の今まで不意のみしてきた研究の中からいろいろ感じていることを皆さんにご提供して一緒に考えていけたというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたい。そういう意味では、皆さんには少しこの元気が足りなくて物足りない、もっと元気にはっきり発言しようというふうになってしまうかもしれませんけれども、だけども大事なことだというふうに思っていますので、一緒に考えることができたというふうに思っています。そういうこと、そのことをお許し願いたいと思います。レジュメのところを簡単にレジュメを作っておきました。最初に自己紹介に変えてということで、ぜひこれをお伝えしたかったのは、あそこにも書きましたけれども、戦中まで私は1941年、昭和16年生まれですので、戦前生まれではあるわけですけれども、戦前の記憶はほとんどありません。敗戦の時は4歳ですから、基本的には人間の記憶というのは5歳以上のところで、表面に出てくる記憶が蓄積されていきますので、しかしそれまでの経験体験というのは意識下に沈むからこそ、その人の生涯を通して、大きな影響を与える、そういう記憶になるんだというふうに心理学者たちは言っておりますので、そういう意味ではとても大事な戦中だったんだろうというふうに思いますけれども、そういう意味では私は戦中派とはいつも言わずに、戦後へ焼け跡の食べるものもほとんどなかった、そういう時代の人間だというふうに言うことにしているわけですが、私の唯一の記憶に残っている戦争体験はそこに書きましたけれども、富山大空襲です。敗戦の年の8月1日の真夜中、2日の0時から爆撃が始まりました。で、実は私たちの知っているこの近いところでは長岡の大空襲が1日の夜なんですね。ですから長岡を空襲する爆撃機の編隊が富山を経過して飛んでいると、2時間ほど前だったんです。で、2時間ほど遅れて富山を空襲する B29 の編隊がやってきた。で、
いただきましたけれども、市街地の 99.5% が消失する、広島長崎の原爆の被害を除いてはですね、空襲を受けた日本の都市の中で最も被害が大きかった空襲でした。で、それもですね、富山が空襲された時はまず富山市の外側に焼夷弾爆撃が始まる。そしてだんだんとこう市の中心部に向かって、巾着を締めるような形で焼夷弾爆撃が行われる。また銃撃が行われる。ですから富山の市街地に住んでいた富山市民は逃げることができない。火に追われて、中心地中心地、今富山城が戦後コンクリートで作られて建ってますけども、あそこへみんなこう逃げ込んできて、で、あの堀の中でそれこそ富山市全体が火の海になりましたから、それこそ水も蒸発するようなそういう堀の中で折り重なるように多くの市民が亡くなっていったわけです。たった2時間の焼夷弾攻撃でした。で、人口16万ぐらいの市でしたけれども、死者が2737人、負傷者が7900人、被災人口が109,592人、焼失家屋が24,914戸というふうに記録されています。で、特に人的被害の大きかった要因としては、この B29 の大編隊の集団によって一旦空襲警報が出たんですけれども、監視所の5人によってですね、ひょっとしたらその前の2時間前の長岡空襲の編隊との5人があって、一旦警報が解除された。で、そのためにですね、被害が大きくなったということが一つ、もう一つ、こっちの方が私は大きいと思ってるんですけれども、被災地からこの逃げてくる市民もですね、憲兵隊と警護団が神通川に、大きな川がありますけども、かかる、その当時は連帯橋、連帯に近かったんですが、連帯橋という名前の橋があって、今はそれは神通大橋という名前変わってますけども、その橋のところで市民を追い返した。戻って消火に当たるという命令を出してですね、橋からそこへ出さない、憲兵隊と警護団がですね、そういう行動に出たことによって、多くの市民が燃え盛る市民、自分の家に返されて亡くなっていった。そういうこの2つの要因で、とても多くの犠牲者を出してしまった、そういう空襲がありました。私はその時に直線距離で30キロほど離れたその出町、戸町にいましたから、直接的な爆撃というか被災はしていないんですけれども、東の空がですね、真っ赤にこう燃えている。で、その真っ赤に燃えている上のところに単焦灯が何本も上がっていて、その単焦灯の先に B29 の姿が見えてですね、で、B29 から4発の大型旅客の爆撃ですけれども、独特のエンジンのうなりが、それがこう響いている。で、そういう記憶が鮮明に残りました。で、それだけではなくてですね、8月1日ですから夏の真っ盛りです。ですけども、私の父が私に、4歳の私につけてくれた防空頭巾とゲーグル、それも防空頭巾を二重にかぶせてですね、ゲーグルを二重に巻いて、そして父は家の2階の屋根の上に立って、
この飛行機がどういうふうに飛んでいくのかということを下にいる私たち家族にあるいは町の人たちに教えていました。で町を通り越していくわけですから、自分たちの飛んだ被害はなさそうだということを言っていたようですけど、それは私記憶にない。ただ父が大屋根の上で、監視しているんです。その姿が記憶に残っている。で、私の記憶なんですけど、寒さで震えていたっていう記憶なんです。もう寒いわけがない。だから多分怖くて震えていたんだ。でも私に残った記憶としては寒くて震えていた。そういう記憶なんですね。で父はこの2日後富山に入って、救援活動に参加して戻ってきました。でいろいろな話を聞かせてくれましたけども、智久さんがさっき言ったお堀の中にもたくさんの人たちが堀に重なって亡くなって、もちろん神通川の河原にもですね流れてきた人たちがたくさん亡くなっている、そういうことを話をしてくれましたし、私の小学校、中学校の先生の中には、富山市に家があって、そして、その家族が焼夷弾で、焼かれて、ある先生のお母さんなんかはもう家に行ったら、体が半分ぐらい焼けて、もう亡くなっていた。母かどうかは分からないけれども、家の後にあった遺体だから母だと思って、こう思ったんですね。そういう話をたくさんしてくれて、そういうことが私の戦争記憶として残っています。私はこの真夏に防空頭巾をかぶってゲートルを巻いて、本人の感情では寒くて震えていた自分というものを大事にしようというふうに思っています。私の戦争の唯一の経験はそれ一つですけども、これは後から家族から言って、あの時そうだったんだよっていうふうに作り込んでいった記憶ではなくて、私の中に本当にこう残ってる記憶なんですね。ですからその時の家の様子だとか町の様子だとか、あるいはその B29 の姿だとか、それは鮮明に映像として思い出すことができる、そういう戦争の経験をしました。で、あとはもう皆さんもそうであったと思いますけども、戦後のひもじい思いと本編が延々と続いたという、ですからそういう意味では戦前生まれではあるけれども、戦中派ではなくて戦後やけ跡派で、厳しい経済環境を幼児期のように受けて、いつもお腹減らしていた子供だった。これが私の幼児期であります。で、その後戦後民主主義の申し子として出発って書いたのはですね、私が小学校に入ったのは昭和23年ですから、敗戦の年を半年を外せば戦後2年経った後、3年目に入った。ですからもう私が小学校に入った時には黒塗りの教科書はなくなっていて、新しい桜が咲いたというその教科書から出発しました。そして、小学校の高学年になる時まではまさに戦後のGHQ の支配下ではありましたけれども、日本が最も民主的な運営がなされていた、そういう時代に学校教育を、書いておきましたけれども、児童会ができたのは私の3年生の時です。でその年に PTA もできました。この児童会と PTA というものがこの6年間の戦後教育の出発点の、ある意味で子どもと保護者の出発点になっ
なったんだというふうに考えています、先生たちもですね、児童会をどう運営したらいいかわからない。でたまたま砺波平野の一番真ん中の町の真ん中の小学校でしたから、私の小学校がこの研修の拠点になってですね、しょっちゅう児童会運営に関する研究会、この砺波平野全体の小学校、中学校から先生たちが集まってくる、児童会のメンバーが会になっているその周りに先生たちがずらっと並んでですね、で、やることを見て、多分その後先生たちが運営についていろいろな研修をなさったんだろうと思いますけども、3年の後半、終わりごろにですね、何をめぐってかは覚えてないんですけども、子供同士の大論争になってですね、最後、取っ組み合いの喧嘩になったんです。で、実はその少し後に、国会の大乱闘が起きました。でそれを新聞で知った我々はですね、国会よりも我々が先に乱闘やったねっていう、で乱闘ができたっていうのは自分たちにとって素晴らしいことだったんだねっていうような、ワンガキ連中でそんな話をしたのを覚えています。ですから私は小学校を卒業する頃にはですね、児童会というのはもう絶対的な権限を持った組織だということを固く信じています。でもちろん学校運営の中では職員会議が全てを決めるわけで、だけどもクラスで何かをしようという時には児童会が絶対的な自分たちの議会だということを信じている。そして私のクラスでは、学校予定にないいろんな野外活動、遠足に行ったりですね、ちょっとその頃お弁当でろくにお弁当を持ってこない児童多かったですけども、なんとか分け合って、郊外に遊びに行くとかですね、そういう活動量を自分たちで決めて、そうすると私のクラスだけでそれをさせるわけにいかないって、担任が職員会議に出すと却下されて戻ってくるんですね。そうすると自分たちのことを自分たちのクラスの児童会で決めたのに、それを先生たちが否決する、そんなことは一体何なんだって言って、もう一回その先生に、もう一回職員会議に出してくれって追い返す、また出すわけです。でそれも2、3回やってるうちに、先生たちもいろいろ考えたんだと思うんですけど、私のクラスだけ、学年3クラスでしたけども、私のクラスだけさせるわけにいかないから、他のクラスもやっていいよっていうふうに決めてくれて、職員会議で、実現しました。だけども他の2つのクラスはクラス会でついにそういう取り決めができなくて実現しない。私のクラスだけでそういう、楽しいちょっとしたハイキングを楽しむそういうクラスが生まれている。でそれは5年生6年生の時でしたけども、5年生の時に担任になった先生は戦後新生大学の教育学部を卒業した一期生。その先生がやってきて、もう若いですね。でその先生たちと先生とこう分族分裂の葛藤をしながらですね、小学生時代を送った。でこのことが私が物を考える、政治を考える、あるいは自分のことを決める、あるいは仲間のことを決める、その時の原点になる。自分が関わることを決めるのに人から決められるって何事かっていう思いがずっとそれから私の中には大事なこととして残り続けています。だからそういう意味ではこの 幼児期あるいは幼年期の教育の環境、教育の在り方というものがその人の生涯を決めていく、そういう、ことなんだなというふうにつくづく思っています。でそういうことから考えますと、例えばですね、
いろいろな日本の右派を代表するような文筆家がたくさんいます。三島由紀夫もそうです。今また話題になってますけど、石原慎太郎もそうです。あるいは青なんかで迷いの敏郎もそうです。この人たちは1970年代ぐらいから日本の伝統を復活させるということで、右派の活動に入っていく。今もそういう、活動のリーダーでもあるわけですね。でよく考えると、この人たちが小学校時代に受けた教育というのは、日本軍国主義教育の最も、なんていうんですか、こう純粋化された、昇華された時代に小学校時代を送っているわけです。だから敗戦を経験して、しばらくそれの反省もあって、いろんなことを考えていく中で押し込められていた思いがですね、やっぱり中年ぐらいになってくると吹き出していく。だからそういう意味では、彼らは自分が小学校時代、あるいは旧制中学時代に受けた教育の、あるいはこの人たちは金持ち階層で純粋バリオ的な少年期を送っていた人たちですから、それが当然のように吹き出していく。そのことはよく理解できる、よく理解できるけれども、決してそれは受けることもできない、我々が否定しなければならない考えですから、やっぱりこう対決していかなくちゃいけないというふうに思います。そんなことを考えると、今の小中学高校の教育って現場でどうなってるんだろうかということがとっても心配になっています。私の小学校の出発点は黒塗りではない、戦後の民主的教育のまさにその歩みの中に私の小学校時代がとても恵まれたことであったのではないか。お腹は恵まれなかったけれども、精神的にはとても恵まれたことであったのではないか、そういうふうに思います。そして実はこの世代が60年アポの時の大学生世代になります。ですから、あの時突然にああいう運動が出てきたのではなくて、私と同じような思いをした、あるいは同じような育ち方をした、そういう世代がですね、やっぱりあの運動を生み出して いったのではないか。もちろんその間に、時間が経過していますから、その経過の中でいろんなことを経験しながら、教わりながら、体験しながら、そして、60年代の市民としても一緒につながっていったんだ。ただ残念ながら、皆さんもご存じのような結果になって、10年後に70年安保が戦われましたけれども、残念ながらそれも60年安保の経験を経て、政府の方がより強い力を持っていましたから、見事に抑え込まれた。そして、それにプラスして、いわゆる大学立法が作られている。この中でだんだんと大学人が骨抜きになっている、大学人が骨抜きになっていくだけではなくてですね、それに関わる小中高の教育もですね、骨抜きになっている。特に社会に関する科目がですね、どんどん骨抜きになって中身が薄くなって、そして、考えない子供にしていく、そういう教育の結果として、この20年ぐらいはほとんど大学で政治活動なんかはほとんど本当に少数の学生によっては担われてましたけれども、ほとんど戦い一つ立たないような、そういう状況になっている。これはそういう意味では自民党が目論んだ あり方がですね、見事に実現した、そういう時代であったというふうに思います。そしてそれは
教育現場だけではなくて、社会一般をそれはそういうものに変えていって、今の若い人たちに労働者が労働組合を作ってストライキを打つなんて どういうことですか。ストライキというものをテロと同じようにこう思ってしまうような、そういう状況が今の若者は多分ほとんど労働三法を読んだことはありませんし、労働基準法なんか一度も目にしてないだろう。そのくせ自分の労働そのものはですね、苦しくてとても時間がなくて低賃金、それに対する意見を言うことさえ思いつかない、抵抗することさえ思いつかない、そういう若者が、私にとっては残念でならない。私が現役の時も私のゼミの学生の中でほとんどみんなアルバイトしてました。でこの辺でアルバイトするとですね、だんだん卒業が近づいて論文を書かなくちゃいけない、さすがに時間がなくなって、やめますって言いに行くわけですね。そうするとやめるんだったら代わりを見つけてこい、代わりが見つかるまでは認めるわけにいかないって帰ってくるわけですよ。でこんなこと言われましたって言うから、労働基準法には一体どう書いてあるのか、私が労働基準法の基本力士なんて言って、長野大学には労働法の専門家さんがいるんですよ。で労働法の講義もされている、憲法だって民法だって全部講義されている。だけども それに自分のこととして思い及ばない。だからあなたはあなたの次の人をあなたが探す義務なんかないんだから、明日行って辞めますって辞めてくるって言うと困った顔していくんですけど、でもそれはそういうことを経験しながら社会人として自分はどう立つべきなのかというのは少しこう分かってくる。だそういう教育が残念ながら日本の学校の中では手つかずのままでいるというふうに思います。ちょっと最初のところ時間かけすぎましたので、時間が足りなくなりそうなのでちょっと先に行きますね。で、日本のところでなんか全然関係のないような先行ヨーロッパの試みなんてことをこう書いてしまいましたけども、実は今私が言ったようなことをヨーロッパ社会においてはずっと継続して、やっぱりこう市民が課題として取り組んできました。でそれがたくさん表面に現れ出したのが80年代なんですね。で80年代のヨーロッパちょっと思い返してみますと、日本と同じように1968年に5月革命、パリの大学生たちがですね、民主化運動を展開して、そしてパリにあるカルテラタンという地域を解放区にしました。でただ解放区にしただけではなくて、彼らはその中で大学で研究できないテーマに関する研究を教員を呼んできて、その中で自主講座をやる。でそのために例えば自分たちのための保育所を設営して、子どもたちの面倒を見ながら自分たちはそこで本当にしたい勉強する、そういう活動を展開して、これがヨーロッパにずっと広がってきました。もちろん日本の70年安保にもとても大きな影響を与えて、東大の全教頭なんか自分たちのカルテラ団作るんだっていう、日本のカルテラ団なんていうことを言ったこともあるわけですけれども、そういう60年代の終わりを経過して70年代っていうのは、特に働きの場においては、製造の場においては、アメリカの
生産管理論の中核であるテーラリズムに対する反乱が起きました。どういうふうに反乱を起こしたかというと、転勤を申し出る、あるいはそれを認められないと欠勤する、あるいは最後は退職してしまう、やめます、そういう個人でのでもう少し進むと山猫ストライキが多発する、そういう組合ではなくて一人一人のですね、そういう抵抗がいろんなところでこう湧き起こっていた、そういう時代が1970年代のヨーロッパでした。でそういう状況の中で、実はスウェーデンにおいてはですね、経営者が労働者がそういう抵抗をしてまで自らの権利を主張するようなことがないような新しい経営の在り方、生産の在り方を作らなくちゃいけない、そうでないとこのままではヨーロッパの企業というのはダメなんてしまう、そういう考えからですね、ボルボが正しい試みをします。そこに書いておきましたけれども、労働の人間化というテーマで、労働者が満足して働ける、そういう生産での機械と人間とのあり方をこう探りながら新しいシステムを試みる。で何をやったかというと、それまで、テーラリズムの何て言うんでしょう、代名詞であったベルトコンベアシステムをやめてしまいます。今でも日本のトヨタに行くと300メートルぐらいのラインがベルトコンベアがあって、そこで車が作られていきます。だけどもボルボはそれをやめてしまいました。でこれちょっとそれくらいの部屋ですね、一部屋に自動車を作るための、組み立てるための全ての職人を集めて、チームで自動車を作っていく、そういうやり方に切り替える。ですからお互いに、労働者がお互いにみんな違う能力を持ち寄りながら車一台作るためにいろんな技術が必要ですから、お互いに支え合いながら、協力し合いながら、ちょっと足りないところ、遅れているところがあると一緒に入ってやるとかですね、そういう共同で物を作るというシステムをボルボは試みるわけですね。最初ボルボのカルマン工場というところでそれが行われて、世界中にショックを与えました。私もショックを受けた一人です。それまでは生産管理論というとベルトコンベアでいかにこの時間を短くするかということを一生懸命ストップウォッチを使っていく、記録しながら考えるというのが姿でしたけども、研究の姿でしたけども、ベルトコンベアがなくなってしまった工場って一体どうやって作ってるんだろうか。そしてカルマン工場での実験を通して、そのためだけの専門のウデビラというところにある工場を作りました。でここで一応ボルボのシステムというのは完成したということになったわけですね。そしてその試みが目指したのは労働の人間化であるということで、ヨーロッパのそれぞれの経営管理の研究している研究者たちのこの70年代のほぼ統一した研究テーマがあります。でその時に実は日本はですね、もうすでに70年代というと高度経済成長期を一応終わって次 の、 あのバブルの時代に関わっている。だけども70年代の頭でオイルショックが真ん中で第二次オイルショックになって、ある意味で、生産現場が混乱している時代で、その混乱の中から日本は日本なりにその混乱を収拾するためのいろいろなやり方を試みていました。でそういう中で生まれてきた一つがトヨタシステムなんですね。
で、トヨタはずっとベルトコンベアシステムを放棄しません。で、放棄せずに、いかにその中を、まあ、ちょっと横文字で申し訳ありませんが、フレキシブルなシステムにするか。今、日本の自動車工場、あるいは世界の自動車工場が持っているラインというのは、一つのラインで一つの自動車の形を作っているんじゃないんですね。昔はそうです。だからそこの、例えばトヨタのトヨタに主要な車種が5つあるとすれば、5つのラインを作らなくちゃいけない。それを今は1本のラインでやっています。だから、ある形の車の次に違う形の車が流れている。で、そこには使う部品もみんな違うわけですね。その部品、その車を A という型式の車を組み立てるときに、その瞬間にその A の車を構成している自分が担当する部品がそこにちゃんと来ている、そういうシステムをトヨタ作り出した。ジャスト・イン・タイムというふうに名付けました。ジャスト・イン・タイム、必要なときに必要なものがパッと来る、無駄なものを置かない。それまでのラインは部品在庫で1週間分、最低でも1週間分、普通は2週間分の在庫がありました。だから在庫がたくさんだとその分そこにお金が使われているわけですから、企業全体としては資本効率が悪いわけですね。でトヨタはそれをゼロにする、そういう目標を立てて、でこれは世界中のシステム、製造システムを設計しています。だけどもこれはですね、例えば思いがけない災害が起きると、ちょっと部品が入ってこない、部品が入ってこないと全部ライン止まるんです。でそれを最初に経験したのが新潟地震。新潟地震の時に新潟にあるトヨタ系の部品工場止まりました。2ヶ月ぐらい止まる。でそのために初めてジャスティンタイムのトヨタラインが止まったんですね。で、それではやっぱりとても不安なシステムになりますから、少し在庫持とうというふうに切り替わって、今は適正在庫ということをつけますけれども、少しも、でもカットの要因ですね、この2ヶ月分なんか、2週間分なんかは持たない。だそういうシステムを日本は、見つけが来て世界市場に対応し、で残念ながらこのボルボの試みはその後システムとして破綻したのではなくて、経済効率競争、国際競争に負けるという形で利益を出せなくなって消えてしまいました。この専門工場であるフレディラ工場は4年で閉鎖されてしまいました。その4年後、世界を席巻したのは日本のトヨタシステムなわけですね。ですけども、このボルボの行った試みは今日本の製造企業の中では自動車以外に、特に電気メーカーですね、電子メーカーのシステムにほとんど取り入れられた。ですから今、電子メーカー、電気メーカーに行くと、ラインがあって、ずらっとこう、みんな並んで、物を組み立てて作り上げていくというのがなくなってしまいました。小さな、もうこの部屋だと、4チーム、8チームぐらい、だから1チームが6人ぐらい、小さなグループで、作っていく。そういうグループで作業をしながら製品を作っている。でそのためには今までラインであった時のように本当に単純な一つだけの仕事を繰り返しやるという仕事ではできなくて、いくつかの技能を身につけて、複数技能を身につけた人たちの複数人によってものが作られる、そういうやり方を取り入れています。それでも企業がいろんな名前をつけてですね、ある企業なんかはそれを屋台生産方式、屋台みたいにこう囲われているものですから、
から、いや、大成さん方式とかですね、そういう言い方をして、上田の代表的なアート金属だとか、そういうところもみんなそういうシステムが変わっています。もう20年ほど前から変わり始めました。ゴルゴの頃にはそういう形で今、世界で、受け止められています。で、これは一番の目標にしたのは何だか、何であったかというと、労働者が満足して働く、そういう職場を作り出そう、労働の人間化と呼ばれる、そういう試みです。同じ時期、ポーランドでは連帯の運動が行われました。皆さんもご記憶にあると思います。この連帯の委員長になったワレサが日本にやってきてですね、1980年に日本にやってきて、日本の労働組合と交流しました。そしてその次の年の来た時に、約束した、ぜひ自分たちの全国大会を1年後に開くから来てくださいという、そういう要請に応じて、日本から10人ぐらい行きました。で、その中に混じってですね、私も参加しました。で、独立自主管理要素という名前がついて、名前は連帯というふうに名前があるわけですけれども、ここはあくまでも労働組合でした。それまでポーランドは、この時も共産党が支配する社会主義国ですから、当然労働組合がありました。だけどこれは共産党に指導された完成の労働組合。ここはもう言ってみれば、党の下部組織ですから、管理組織ですね。ですから、自分たちの要求を受け止めてくれない、いろんな不満があって、そして自分たちも労働組合を作る、いろんな動きが、トランド国内でありましたけれども、この時には連帯としてそれが形を作りました。だそういうところから生まれてきた組織ですから、彼らは組合のを支配する組織としては絶対作らない。それを作ったら共産党の組合と同じだということになってしまう組織として。ですから私が訪問した1981年の9月の終わり、10月の1日に全国第1回全国大会開かれる予定だったんですが、その2週間前になったんですが、その準備の時に参加しました。彼らは何をご主張したかというのは、連帯の仕事は調整だ、何かを決定してそれを組合員に守らせる、そういう組合ではなくて、労働者から上がってくるいろんな要求が上がってきます、ものすごくたくさん上がってきます、それらを調整する。ですから全国委員会の中核的組織は全国調整委員会という名前を持っています。ですので第1回大会に出される活動目標というのは最終的にはですね、100いくつにずらーっと横並びしている、一つも落とさない、下から上がってきた要求を一つも落とさない、上がってきた中には集約できるものもいっぱいありますから、それらを集約して、そしてその要求感のにある要求とある要求がぶつかり合うような要求かもしれませんから、それをこう調整する、調整機関に徹するというのが連帯の組織の理論です。ですからここに書いたように、統治しない、統治組織としての組織を放棄する。でこの運動は首都のワルシャワから北に外れた国会連合のグダンス、ドイツ語だとグダニスク、第一次世界大戦が起きた場所です。ここから第一次世界大戦が始まりました。港町です。とても優秀な造船会社が、当然ですけど国営でありました。グダンスク造船所、レーニン造船所という名前
ポーランドの米軍造船所です。この労働者のリーダーがワルサーって人で、その工場を、訪問しますいろいろお話を聞きましたけども、船を一層作るのに、その当時の、社会主義国の造船会社では部品を2層分保有するんですね。何かあったら納期が遅れる。最初から2つずつ作っておく。グダンスクの造船所はとっても優秀な造船所技術を持ったところでしたから、2つ必要ないわけですよ。だからそれがその残った部品がうつらなく積み上げられる。だからこれ安くできるわけないですよ。で全部注文生産、ほとんどは旧ソ連の海軍のための戦艦作ってる。ですからみんな注文生産で一つ一つ全部違います。だから部品、共通部品数 とても少ない。ですから残った一つ分はみんな使わずに残っちゃうんです。そういう実は生産の人、そして当然企業としてはとても効率が、資本効率が悪い、利益が上がらないから給料が時には届こうとかですね、いろんなことが起きて、でそれを何とかしよう。でそれは働いている 人が見ればみんなどこに問題があるかって分かるんですよ。働いている人たちが物を作っていますから、物を作る何が問題かというのは技術者ではなくて作っている人が一番知ってるんです。で日本の生産管理はそこのところを70年代上手に取り込むシステムを作りました。エンジニアが製造を書いて上から指示するのではなく、作ってる人たちからここは問題だからこう変えた方がいいという提案をしてもらう、これを改善活動と言いますけども、それを集約して、でこれを企業全体で取り組むシステムを作り上げることによって、日本は70年代の終わり頃には世界トップの品質を生み出す国になったんですね。60年代の終わり頃、高度経済成長期の真ん中はまだ品質はトップではありませんでした。高度経済成長期が始まる頃は日本の製品は安い、でも品質が悪いと言われてたんですね。で、この経済成長期が終わる頃には安いけどちょっといいねという製品になった。でそれが成長期が終わって70年代の中頃になってくると、高いけど日本の製品いいよというふうにまで言ったわけです。でそういう品質を生み出していったのは日本の研究者やエンジニアではなくて、現場で働いている人たちに蓄積されているその生産の知識なんですね。そういう意味では知識というのは知恵、その知恵を上手に組織化するやり方を日本はとても上手にやる、日本的にやる。でこれが今の日本のものづくりの品質を高いレベルで維持している、なんて言うでしょう、そのものなんですね。でも日本以外の国ではいまだにものを作る指示はやっぱりエンジニアがいないんです。そして現場でのそういった声をなかなかこう吸い上げられない、ある意味でそこのところ民主化されていない。言い方を変えれば生産あるいは働く場における人間組織の民主化が行われていない。これができないとですね、高いレベルのものづくりは実現しないんですね。そのことを私は生産管理に関わり、工業経営に関わる中で現場を見ることによって教えられたことです。だから中国の企業がなかなか上がってくれないのは、中国の社会は全然民主化されていません。彼らは社会主義的民主主義だと言うんだけども、それは上から下ろされて指示を受けるだけの労働者ですから、どんなに日本から高いレベルの技術を導入してもですね、
近づくことはできた。同じになれないし、抜くこともできた。そこができるためには、下に蓄積された働く人たちの中にある知恵をどう生かすか、関わっていくんですね。それができない、残念ながらまだ民主化がとても不十分な社会だから、この間は日本は少し安心していてもいいかもしれません。でもそういうことを気がついて受け止め始めている国がいくつかあるんです。アジアでいうとベトナムもそうです。ベトナムも社会主義国なんですけれども、企業の内部においてはとても労働者のそういう工夫とかですね、知恵というものがとてもレベルが高くて、日本から言ってる企業は日本人と特別に人間性がよく似てるというふうに言うんですけども、そういう力を持ち始めています。だからインドネシアのトップ企業においてはそれがだんだん分かってきて、タイもそうです。でもそういう東南アジアのそういう国においてはトップ企業でないとなかなかそこまでは。日本の強みというのは大きさ的には小さい、中小零細に至るまでですね、そのことを理解して、そういう社会を作りました。ある意味で私たちは国の在り方を見ながら日本の国の民主主義全然ダメだってこう嘆くわけですけども、実は働く場において気がつかないままにかなりの民主的な組織になって、少なくとも技術技能を集約するという部分に関してはとてもそこは上下の関係がほとんど存在しないぐらい、あるいはとてもそれは巧妙です。6に9年も出さないというですね、知恵だけ絞り上げる、吸い上げているわけですから、とてもけしからのですけれども、そのルートだけはできない。でそれらをもう少し社会化して試みているのが次に書いたスペインなんです。スペインでは今ワーカーズコーポレーション、ワーカーズコレクティブという共同組合活動がとても盛んになっています。でここは、今年出た本ですけども、この雇用なしで生きる工藤律子さんが書いた本ですけども、これにとってもよくまとめられています。雇用なしで生きる、雇用しない、雇用という関係を作らない、持たない、本来協同組合とはそういうものであるはずなんですね。残念ながら日本の協同組合はですね、協同組合は一般企業と同じように雇用関係を結んで雇用関係で、管理が行われているんです。だけどもスペインの試みは雇用をしない、雇用しないのにどうするんだ、働いている人も一緒になって組織を運営する。で実はこの伝統というのはですね、バスク地方のスペイン内戦後に生まれたとても古い試みなんです。モンドラゴンというところがあるんですけども、そこで協同組合が生まれました。これはカトリックの神父がですね、スペイン内戦後の疲弊した、バスク地方を見て協同組合を作ったんですね。でこの神父は赤い神父と言われて、時々とても批判されるんですけども、そのグループが作り出した、もうこの神父は亡くなってますけども、モンドラゴン共同組合という共同組合が作られて、家庭電気製品を作り始めました。でそれを中核企業にしてどんどんいろんな分野に広がって、今も金融機関まで一大グループ。でこのモンドラゴン協同組合がですね、1964年に家電メーカーのファゴールというふうに名前を変えて、モンドラゴングループなんだけども、そこの家電グループはファゴールという名前にして、もうブランド品です。スペインで第一の家電メーカーになっている。
でここでは何が目的とされたかというと、労働者の自主性の尊重、そして労働の人間化を追求ということがテーマになり、働く者が自ら経営運営者として参画する。1987年にはモンドラゴン基本原則として10の原則を作りましたけれども、面白いのはですね、給与の連帯性というのが一つあるんですね。中に給与の連帯性、だからたくさん給与する人とあまり給与ない人とそんなふうにはしない。生活するためにはみんな同じようなお金がいるわけです。テーラリズムにおいてはたくさん作った人はたくさん給与もらう、あまり成績上げなかった人には少ない給料しかもらえない、これは平等だというふうに言われていたんですね。だけどもそういう平等性ではなくて、言葉を使うとすれば公平性といったようなことがテーマ、給与の連帯性を作り上げる、これは労働者にとってはかなりの意識改革をしないとできないことだと思います。誰だって自分の働きに応じて給料欲しい、みんな高い給料欲しいと思ってたんですね。その中で例えば、多少障害があって、働く能力が低くてあまり実績上げられないという人がいたら、当然給与システムに従って低い給与しかもらえない。でそういう人を低い給与のままで放棄しない、どういう形で給与の連帯性を作り出すか、直接的に同じ給与にするという意味ではないですね。いろいろな自分たちのグループの中でそれを補ういろいろなやり方を組み入れていく、そういうことについてもいろいろ具体的に報告されてますから、ぜひ興味のある方は読んでいただければと思います。もう一回言いますけれども、雇用なしで生きるというタイトルです。で、工藤律子さんが著者ですけれども、岩波書店から出版されてますので、まだ在庫はあるはずです。副題にですね、スペイン発もう一つの生き方への挑戦という副題がついています。ただ単にこの協同組合の組織内で起きていることだけではなくて、それをめぐるいろいろな市民活動との連携等々も含めてですね、報告がされていますから、これは私たちの最近とってとても大きな示唆を与えてくれるのかなというふうに思います。もう時間がなくなってきました。はい、はい、3と4、本当はしっかり話をしたかったんですけども、かいつまんでいます。ここで3と4で言いたかったこと、憲法の生活だってあえて言ったことはですね、今ヨーロッパでの講義で報告をしたようにですね、私たちが思っている思い、働く時の思い、市民として生活する時の思い、これをベースにしてやっぱり私たちに何をするかということを考えなくちゃいけないんじゃないかということなんですね。でそこでは今まで自分たちが生きてきたその生き方そのものをもう一回問い直してみる、でそういうことを思いながら憲法を読むとですね、日本国憲法の中にはそれを実現してくれるような条項条文がたくさんあちこちにあります。逆に言うと私たちは十分憲法を生活の中で実現していない、実行していない。もう一つは国の方が憲法の条文を勝手に解釈して憲法が目指しているものを実現できないような法律をたくさん作るんです。今回の法律もその一つでしょう。それだけではありません。労働法なんか戦後十分改正されて、改正されるたびに悪くなってきました。そういう法律なんです。憲法は皆さんももうすでに学習して十分ご承知のように、政府の在り方、統治の在り方を決めるものです。
そしてその統治のあり方を決める憲法に基づいて、今度は我々の生活を規定する法律が作られています。ですから我々は憲法直接というよりも、そのもとに作られている法律の中で生活していくということになるわけですね。その法律そのものをやはり私たちは点検していく必要があるんだな、憲法だけに目を向けない。で、そういうことをこう考えているとですね、私、障害を持っている子どもたちが通園してくる、そういう園を経営、運営する社会福祉法人を作って、40年経ちました。40年前、ご存知の方がいらっしゃるかどうか、今週大学の 学生闘争の中でですね、私も最終的には担当科目1科目に減らされるというそういう状況にあって、時間だけはたくさんありましたので、いろんなことを考えて、その後上田に一番足りなかった障害者じゃなくて障害児小学校に行く前のそういう子どもたちが通ってくれるそういう園を作りました。そしてその後理事長をこの十数年になってきていますけれども、その園の中で子どもたちと関わったり先生たちと関わってくる中で、感じているのはですね、特に障害ということに関して福祉ということに関して随分日本はこの 3、40年、深まりました。これはもう誰が何と言おうとも、とても良くなった。とても良くなったんだけども、法的にも整備されればされるほど、今度は一般社会の中でですね、障害を負っているというふうに言われた、認定された人と、そうではない人とは、完全にこう、区切られていた。そういう社会がますます強くなってきていることを感じざるを得ないんですね。逆に言うと、福祉の世界がどんどん専門化して、難しいから、我々では手に負えないんだから、これはもう専門家に任せとこう。で、法律もちゃんと充実してきたし、手当ても良くなってきてるから、任せておこうっていう気持ちが強くなってきたんじゃない。だからも福祉法が持っている法律の精神は、国がすることはこうですよ、決めているんですけども、一般市民もこういう人たちを自分たちの仲間として受け入れる社会を作ってくださいということが法が求めている姿なんですね。だけどそこに行かない、逆に言うとあえてその教育をしない。で、私がその園を作った頃は上田でもまだ障害を負った子どもをですね、自分の家の中に閉じ込めて、ひどい家では紐で縛り付けて出さない、そういう家さえありました。ですからそういう家に行って障害を負っていたとしても、外に出てくださいということをお願いするところから園の活動が始まる。今はさすがにそこまでの人は家庭はない、でもそれに近い家庭はありますけども、そこまでは広くない。で、社会も随分障害者に理解を深めてきましたけども、そこで止まっているような気がする。自分のこととしては考えない、これはもう専門家に任せておこう。で、それが進むと今回起きたようなんですね、専門家だった職員自身が障害者の命を奪うといったようなんですね。 いなくなった方が家族も楽できるんだ、社会も楽できるんだという、そういうとんでもない思いに駆られてですね、事件を起こしてしまう。
という社会が生まれてきてしまう。ある意味で法律が目指そうとしたものは、もともとは市民や国民から出てきた要求に基づいて作り出されてきた方が多いはず。だけどもそれができると、あとは一般社会がそれから遠ざかっていくということも実は起きる。私たちの中に、私たちの心の中にそういうものがないかどうか。こんなこと言ってる私も初めて出会う新しい障害の人と出会うときはやっぱり怖いんです。どう対応していいかわからない。で、多くの場合そういう怖さがですね、差別につながったり、あるいは虐待につながったりしている目なんですね。私たちが日本国憲法に準じて作られている法、その法が持っている目指そうとする世界を、私たちが自分のものとして自分の生きる中で抜き出そうという努力をしているのかどうか。で、そういう視点からもう一回こう眺めてみると、もっともっと我々がしなくてはいけない活動というか声というかいっぱいあるような気がするんですね。残念ながら平和憲法を守る勢力がずっと戦後ある一時期大きくなりましたけど、その後ずっと小さくなって、今はもうとても危ない状況になって、そういうふうにした責任はその当時の政党や運動家にあるのは間違いありません。それはある意味で中条を守ろうというスローガンがあればそれで良かったからです。でもそれで守れなかった、これは現実です。あるいは民主化民主化と言っておきながら、自分の家の民主化どうなってんだ、夫が妻に対する家庭の中での応対はどうなんだろう、自分の家本当に民主化された家庭になっているんだろう。で、そのことを思い知らされたのは連帯を訪ねて連帯の指導者たちだとか組合員と話をしたときです。一人のこれは大学の研究者でもあって、その時には大学を追われて無職になっていたらしいんですけども、研究者がリーダーの一人でしたけども、彼はこういうふうに言いました。日本の活動家ってのは24時間活動をやってるんですよ。活動に自分の全人生を捧げるのが日本の活動家なんだよねっていう発言したんですね。日本から行った10人余りの訪問がびっくりした。みんなそれが当たり前だと思って。それじゃああなたはこの厳しい環境の中でどうなんですか。私はちゃんと今年も夏休み取りましたよ。ロングバケーション取りましたよ。で、家族と楽しく過ごしましたよ。だから少なく日本の、代表団のある人、どうしてですか。それは自分たちが目指している社会のイメージが、そのイメージがある時から実現 されて行えるというのは寂しいじゃない。今だってそういう生活したいと思ってんなら、今もそういう生活をする努力すべきだっていうんですね。活動家が24時間活動のことで抱えてるのはおかしい。あなたも一市民でしょ、家庭人でしょ。あなたの家族はどうなってるんですか。子供との関係どうなってるんですか。自分がしたいと思うことは今から実現すべきでしょ。大議論になって結局噛み合わずにその時は分かれてしまいましたけども、そういう活動を生きるということに対する感覚を持っている。で、これはとても大事なことなんだと思うんですね。そういうところから見ていくと、運動そのものはいろんな運動体があっていろいろ目標が違ってて、
んで時がぶつかり合うでしょう。でも重要な課題になった時には一致して、そして本当の敵と戦う、そういうふうな社会に日本もしてなったらいいな、していきたいなというふうに思っているんです。最後のちょこっと憲法と生活から真ん中のところに、私のことは私に向けて決めるなというふうに書いておきました。これはその時に連帯の20代の組合員が言った言葉なんですね。正確にはどういうことを言ったかというと、我々抜きで我々についての決断をするな、我々抜きで我々についての決断をするな、お前たち勝手に俺を決めるな、俺のことを決めるな、こういうことは日本の社会の中ではほとんどもう多くまかり通ってんじゃないでしょうか。私たちがこうしたいということができない、あるいは私に関わることは私抜きで勝手に決められてしまう、そういうことに対する抵抗が実はヨーロッパの市民運動の根底にずっと流れている、今も流れている。そして彼らはその時その時の時代の状況の中で今これをやろうという形でいろいろ試みている。さっき言ったボルボの転びは消えました。連帯も組織としては消えました。さっき報告書の中で今力強く活動を展開しているのはスペインの共同組合運動やっている人たちのグループです。だけどもそれじゃあボルボの試みというのはもう消えて全くなくなったのか、そうではなくて、ヨーロッパの製造企業の現場では脈々と受け継がれてそれを拡大しています。ドイツは違う形でこれを実現しました。でもこれは上からの改革でしたから、ドイツの会社法ではですね、日本では企業の決定をするトップの組織は取締役会です。ですから取締役会のトップである代表取締役が社長になるんですね。そして時には労働組合と交渉してというふうになるんですけども、ドイツの会社法では最高決定機関に経営委員会という組織を作りました。そしてこの経営委員会は取締役会から半数、労働組合から半数を出して同数で経営委員会を構成した。そこが企業の最高意思決定機関になります。ですからドイツでは例えば自動車メーカーはフォルクスワーゲンもドイツもみんなラインで作ってますから、そのラインのスピード、例えば1分間何メートルラインのスピードを決めるのもこれは重要な労働条件ですから、これは経営委員会で決めなくちゃいけない。そこには半数労働組合代表が入っています。労働組合の意見、労働者の意見というものを反映するようなそういう組合法を作っているんですね。でドイツの戦後の法律の特徴はいろいろな部分でいわゆる市民一般民衆の抵抗権を認めていくというそういう憲法体系を持っています。ですからよくドイツはちゃんと軍隊があって日本は自衛隊しかないと言いますけども、ドイツの軍隊は組合を持っています。兵士組合を持っています。そこでいろんなことが協議できる。兵士だけではありません。警察も消防士もみんな組合を持っています。でそれはなぜか、それは抵抗権を認めているからですね。残念ながら日本の民主主義はこの民主の抵抗権がとても弱い、とっても弱い。これを何とかしていかなくてはいけないのではないそういうふうにも思います。ちょっと与えられた時間ものすごくオーバーしてしまって申し訳ありませんでしたけれども、
そういうことをも含めて考えながら、これからあの日本の戦争法案を巡る、これだけではなくて、いろいろな法律がですね、我々にとても厳しく重くのしかかってくることになるだろうと思っていますけれども、そういう中で私たちの命と生活を守るためにどういう声を上げていかなければならないのか、これはたとえ一人になってもできる、そういう活動から積み上げていかなきゃならないというふうに私は思っているんです。どこかから指令が来てやる運動ではなく、それが21世紀の市民が目指す社会なのではないか。形はどういうふうになるかは私にも分かりません。これから考えて、皆さんと一緒に考えていかなきゃいけない、私たちの後の人たちも考えていってくれなきゃいけない、そういうことだというふうに思っています。ちょっと取り込みの話に最後まで考えてください。